太田光マスコミを批判11日に放送された TBS のサンデージャポンの中でコロナ禍に関して太田光さんが次のような発言をいたしましたテレビは果たして今までどうだったのかと考える政府は後手後手だといつも我々は言う今回は早めに緊急事態宣言を出したいざ宣言を出したら 今度は飲食店が困っていると報道する。我々がやっていることは何なのかテレビは果たしてちゃんとしたメッセージを出せているのか野党の政治家が総理にオリンピックと国民の命、どっちが大事なんですかって迫ったが、それは命と答えるしかない。テレビもずっとそれをやってきた気がする。テレビは 散々オリンピックを批判しといて、これから放映するわけだけど、テレビは主催者側だと思っている。テレビが今までやってきたことを我々も見つめ直すことが必要な気がする。今は出口の入り口のところだから、気が緩んだり、考えることを放棄することが起きる気がすると。 なっておりまして、まあ、こういったテレビ局などのマスコミが不安を煽るかのような変更報道を行わず粛々と科学的根拠に基づいた報道のみを行っていれば日本のコロナ禍の形は変わっていたんじゃないかと思いますが、まあ、こちら何度も言わせていただいておりますけどもコロナ禍においては全員が当事者であり 国民も政府も自治体も議員もマスコミなどの企業も当事者でありこのような当事者がおかしな行動をとったら当然因果応報で被害を被ることになってしまいますコロナ禍は目に見えない分かりにくい災害となってしまっておりますがその他の災害に例えますと地震で津波警報が出ているのに海に行くとか 大雨で洪水になりそうなのに川に行くとか、まあ、こちら、誰でも絶対にやってはいけないことだと理解できるはずでございますが、コロナ禍において感染症対策を無視するという、まあ、絶対にやってはいけないことが、まあ、残念ながら理解が得られない場合があり、まあ、その結果、 感染が続いてしまっておりますので、ぜひとも、すべての皆様には、コロナ禍という災害においては、全員が当事者であるということを、改めて自覚していただき、ぜひとも、今後は粛々と科学的な根拠に基づき、 感染症対策を徹底し。なんとか一日でも早く。コロナ禍が収束するように。ご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。